Go to the top! ジャム、ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、先日公開された JO1 サードアルバム、イクイノックスハイライトメドレー、こちらをですね、聞いてリアクションしていきたいと思います。鶴さんのラポネ、ボーカル、ルーム。JO1 のサードアルバム、イクイノックス。こちらね、今月の20日にリリースされます。そんなイクイノックスのハイライトメドレー。一曲ずつね、ちょっとずつこう聴けるのかなっていう風な感じですけれども、聴くのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画のリンクを概要欄に貼っておきます。まだ見ていない方はですね、ぜひクリックして見てみてください。鶴さんのラポネボーカルルーム。こちらのチャンネルは私、鶴さんが大好きな JO1 と INI の魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして現在鶴さんダイエット企画中でございます。その名も100日後に JO1 佐藤圭吾さんに俺はなる。佐藤圭吾さんと同じ体脂肪率 3% を目指して日々ダイエットに励んでおります。その模様をですねショート動画の方で公開しています。ダイエットに役立つ情報だったりトレーニング内容もご紹介しておりますので、ぜひショート動画の方もチェックよろしくお願いします。それでは早速 JO1 サードアルバムイクイノックスハイライトメドレー聞いていきたいと思います。イクイノックス、お、ヴィーナス、わー超ロック、めっちゃかっこいい、わー超かっこいい、マジでかっこいい。1曲目からこれやばいね。わー熱い。次はあ、レディオビジョンね、いいねいいね。こういう流れ、いいねいいね。あみんなかっこいいな。次はドットドットドットって読むのかな。おめっちゃ雰囲気ある。あーいいね、ちょっと大人な雰囲気でね、ちょっと R&B チックなね、ノリはいいけどね。お次はフェアリーテイル。おお、あもうここまで全部かっこいいぞ。おあなるほどね、サビはこういうラップ調な感じなわけね。わかっこいい、たくみさん。イッティビティ、ちょっと読めないなあ、イディビディって言ってるね。わかっこいいかっこいい、あラップがかっこいい。あいいね、こういうラップ好きよ僕。次はマッドインラブ。あちょっとね爽やかでこう軽快な感じね。わいいね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 。こうねどんどんこう駆け上っていくようなニュアンスがすごく心地いいですね。あいいいい、青春を感じる。おニュースマイル、いいねいいねいいね。あいいね、ここでねニュースマイルでねこう楽しい感じが来るな、いいですね。わあいい流れいい流れ。次が、あグラデーション、グラデーション来たよ来たよ、グラデーションこれすごい好きです。8曲目に来るのねグラデーション。あーもう全曲いいね。おタイガー、ここでタイガーね、タイガー。ああ、おー、慶吾さん、慶吾さんばっかり。いいね。あ、トリガー。わあ、なるほどね。後半熱いな。さらに熱いな。あ、王子かっけえ。
小生さん、あ、小生さんいいね、色気があるね、ああいいね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 。次はコンマね、コンマ。この曲あんまり聴けてなかったな。あ、超いいね、これどっしりとしたニュアンスがかっこいいね。あ、ロマンスロマンスロマンス。きっと、あ、いいいい、おいで。あ、最後ね、最後だね。あし、It's no mercy。 あ、かっこいいかっこいい。お、We good We good We good。 もうテンション上がってきちゃった。後半のね、勢いもすごいな。わあ、スパカリ、ここで来んのね。わあ、スパカリ、熱い熱い。スパカリ、ああ、いいね。最高じゃない、このアルバム。あ、フォビア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 だよ。てんてんてん。あ、違った。フォビアいいよね、かっこいいよね。もうね、このスパカリとかフォビアとかは僕が JO1 にハマった当初の、あー、16! あ、いいね、いいね、この流れ。あー、いいね。もうこの辺はね、JO1 にこうね、ハマった初期なんですよ。だからすごくいい。あ、いいね。あー、これで終わりね。JO1 サードアルバム、イクイノックスハイライトメドレー見ていきましたけれども、いや、一曲一曲の存在感やばすぎませんか、これ。めちゃくちゃいい。全部シングルカットされててもおかしくないぐらいの曲のクオリティだと僕思うんですよね。これは絶対買わなきゃダメでしょう。もうしばらくね、このアルバム聴き続けると思いますよ、多分僕は。それぐらいね、全曲本当に素晴らしい。で、さっきも言ったんですけど、後半のね、スパカリ、フォビア、シックスティーン、この流れ、もう本当にこの頃っていうのは僕が JO1 にハマり出した初期で、ちょうど1年ぐらい前かな、だと思うんですけど、もうめちゃくちゃかっこいい歌を歌うグループだなっていうふうに思ってて、で、それまで僕ね、ボーイズグループとかそこまで興味なかったんですよ。まぁ、ちょっとね、ラポネアーティストとはちょっと違うんですけど、まぁ、最初ね、日本では BE:FIRST から入って、で、そこから BE:FIRST と INI がコラボをして、で、そこでね、ラポネグループを知って、で、INI のお兄さんグループ JO1 というグループがいるんですけど、そちらも見てみませんかみたいなコメントをいただいてですね、 JO1 を知ったっていう流れなんですよ。なので僕は本当にボーイズグループに興味を持ってからまだ1年ちょっとぐらいなんですよね。まあその前にね、韓国のボーイズグループがすごい好きなグループがいて、もう何回かね言ってるんですけど、シャイニーっていうグループで、最近またね再活動したんですけど、まあ、シャイニーから行って BE:FIRST 行って INI に行って JO1 みたいなね、そんな感じで今はねグループアーティストっていうのがすごい好きになって、で本当にね JO1 を知って当初の思い出がですね今すごい蘇ってきて、やっぱり JO1 はね今まで思ってなかったわけじゃないですけど、改めて最高だなっていうふうに思いました。で、どんどんねこう進化していく姿が目に見えてわかるっていうのがねすごいと思うんですよ僕は。大体ね、アーティストって一回こうね、パーンって上がっちゃったら、そこでこう停滞してしまうみたいなね、そういうアーティストすごい多いと思うんですけれども、JO1 だったり、まあ、INI もそうですけれども、常に上を目指し続けている素晴らしいアーティスト、ボーイズグループだというふうに僕は思っていて、で、今回のイクイノックスのね、見どころも個人的な感想ですよ。個人的な感想なんですけれども、前半で JO1 の新しい部分、そして後半で今までの部分っていう風にシーズンが2つに分かれてるアルバムになってんのかなっていう風に思いました。なので過去の JO1 と今の JO1 がですね、1枚のアルバムで全部分かっちゃうっていうね、素晴らしいアルバムなのではないでしょうか。9月20日がですね、本当に楽しみですね。まだ予約してない方、このアルバムはですね、今までの JO1 の中で僕は過去最高の作品なんじゃないかっていうふうに思っていますので、ぜひね予約まだの方、予約して購入していっぱい聞いてください。僕もですね、手元にイクイノックスが届く日を楽しみに待ちたいと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。